回し読みラジオ。普段身近なところで活躍しているあの人はどんなことを考えているのでしょうか。この番組はそんな気になるあの人の考え方やものの見方をほんの少しだけ回し読み、毎回 MC とゲストが200年後の未来に向けて語りかける令和の時代の音声記録です。はい、皆さんこんばんは。今夜もね、回し読みラジオやっていきたいと思います。さて今日はですね、私実はYouTube 見るんですけれども、その中でね、ちょっと印象に残った YouTuber の方にちょっと来ていただいております。YouTube で絵本やイラストを投稿されておられますチャータンさんにお越しいただきました。チャータンさん、今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ではチャータンさんなんですが、実は長岡市にも遊びに来ていただいたことがあると伺っておりまして。はい、元夫が長岡市に住んでまして、はい、でそれで長岡市知りました。あ、そうだったんですね。じゃあもう結構住まわれてた感じなんですか。住んではなくて、旦那さんがもともと実家が長岡市に住んでたから、はい、でそれで通って山形県から長岡市に通ってたりしました。あ、そうだったんです。ということは、はい、もともと山形の方ということで。はい、そうです。実家長岡にあります。あ、長岡じゃない、実家山形県にあります。あ、そうだったんですね。いや大丈夫ですよ。それで長岡の方に、まあ、遊びに来られてってことで、まあ、花火でしょうかね、主には。はい、フェニックスの花火を見に行ったことがあります。なるほど、ありがとうございます。どうでした、フェニックス実際見られて。大きくて綺麗でドーンって、あの頃確かミュージシャンで、ええ、平原綾香さんがフェニックスバーンって打ち上がった時に、はい、平原綾香さんが歌ってくれたVデイって、ジュピターです。ジュピターです、はい。ジュピターの曲流れてすごい綺麗なの、感動しました。ああ、よかったです。ありがとうございます。まあ、はい、フェニックスの大花火はね、やっぱり地元の方も大好きで、皆さん必ず三尺玉とナイアガラとフェニックス花火は推しなんですけど。ああ、そうですね、でかくて本当に綺麗でしたよ。そうなんです、川のね、土手の方から見ると本当に見上げるような形で見るので、はい、空のキャンバスにぶわーって 大画面に広がってて本当に綺麗なんですよね。はい、かなり綺麗でした。ありがとうございます。ちょっと嬉しかったです。なんか地元の人として嬉しかったです。はい、はい、さてそんなチャータンさんなんですけれども、実際 YouTube に上げられているのは、はい、それこそね、宇多田ヒカルさんが好きということで、宇多田ヒカルさんのイラストだったりだとか、はい、それから今、はい、オリジナルで絵本を書かれていて、その本をあげられたりとかされているっていうことでしょうかね。はい、そうですね、はい、絵本、はい、大好きで、はい、宇多田ヒカルさんはじめ好きなので、宇多田ヒカルさんの絵からアップロードさせてもらって、はい、描いたやつ、宇多田ヒカルさんを描いたのをアップロードして、でそこから始めて絵本をアップロードしたり、はい、してます。なるほど。なんかまあ普通にね、イラストとか絵をアップされる方はおられるんですけれども、なかなか絵本っていうのはちょっとまた数が上げられる方が少なくなるかなと思うんですけれども、またなんかその絵本を YouTube 上で上げてみようと思ったきっかけってあるんですか。きっかけは、ええ、
やっぱり、YouTube に上げたきっかけが、やっぱり宇多田ヒカルさん大好きで、だったか、で、それで、絵本は、初めに書いたとき、自分のうち農家なので、農家の手伝いしながら絵本を書いたり、で、それが初めてのきっかけかなって思うんですけど。なるほど。じゃあ実際ね、絵本に書かれるということで、結構動物が出てきますよね。はい。はい、動物に例えて、動物に例えて自分の経験したことを書いて、みんなに広がっていけばなと思って書きました。なるほど。かわいいね、猫ちゃんの絵だとか、そういった動物がテーマにということなんですが、はい、まあ、何かその絵本を通して読む人に伝えたいことというか、訴えたいことって何かあるんでしょうかね。やっぱり自分の経験したこととか、自分でほら、そのまま素直な気持ちを共感できたらいいなっていうので、あったかいこのほんわかした感じの、素直な気持ちっていうか大事だと思うんで、それを、みんなに広がったらいいなと思って、はい、皆さんに広がればいいなって思って、はい、始めました。なるほど。なんかとてもね、素敵な動機で書かれてるなというふうに思うんですけど、本当に皆さんね、ぜひチャータンさんのチャンネル遊びに行っていただきたいんですけれども、よろしくお願いします。はい、まずイラストがね、綺麗なんですよ。本当にお上手で、油絵も描かれているっていうふうに打ち合わせの時伺ったんですけれども、はい、いくつもね、賞とかも入選されたことがあるなんていうお話をね、ちょっと小耳に挟みまして すごいな。私絵下手くそなので、私は絵習ってたんですよ、昔ちょこっと。あ、そうなんですか。ちょっと絵習ってた割には上達しなかった口なので、本当にあそこまで写実的に上手にね、描かれる方は羨ましいななんていうふうにね、思っているんですけれども。ありがとうございます。なんか絵を描くきっかけというか、そもそもそういったものを描き始めるきっかけって何かあるんでしょうかね。絵を描き始めたきっかけか。はい、はい、絵を描き始めたきっかけは、やっぱり、オーラとか、小さい頃とか分かるので、はい。小さい頃分かったんですけど、はい。私、統合失調症なもんですから、薬の飲み始めちゃって、で、そこから突然見えなくなっちゃったんですけど、4年くらい前に、千葉県にリハビリに来てから、いろんな方にお世話になったりもして、一人だんだん減って、2年前くらいからちょっとオーラが少しずつ分かるようになったんですね。はいはいはい。だからオーラって何ですか。オーラって人の周りになんか見える、霧みたいな見える、なんか色で分かるような感じですかね。ああ、なんかそういうなんかエネルギーみたいなのがあるんですかね。エネルギー、そうみたいですね。なるほど。それが見えるようになったってことでしょうかね。はい、はい、そうです。なるほど。それが見えたので、はい、それもあるし、動物に、農家してるから、動物に例えた自分の絵とか、経験とかを、はい、すごく表現したくて、絵本にできたらなと思って絵描き始めたんです。なるほど。オラクルカードを使った占い師をしています、ともかと言います。気になることへのアドバイスが欲しい人、どっちにしたらいいのか選択に迷っている人、
これからどう進めばいいのかわからない人など、あなたのお悩みを紐解き解決するお手伝いをいたします。対面での鑑定ご希望の方は大阪市内のカフェで、また遠方の方は Zoom でも対応できます。お申し込みお問い合わせは下の概要欄にあります私のブログの中にお申し込みフォームがありますので、そちらからどうぞよろしくお願いいたします。お申し込みお待ちしております。ともかでした。なんかね、よくあの芸術家の方は人に見えないものを見て、それをね、あのいろんな表現にいろんな作品に残すなんていうね考え方もあるようなんですけれども、やっぱりあの、うん、チャータンさんもそういったあまり他の人に見えないようなものを感じて、それをご自身の作品に反映させてるっていうことなんでしょうかね、うん、はい、そうですね、はい、なるほど。とてもね興味深くお話はあの拝聴させていただきましたが、そうですね、そんなチャータンさんが、まあはい、今後ですねどんな活動をしていきたいのかっていうのをねちょっとお聞きしたいんですけれども。はい、今後は私その統合失調症で、グループホームで生活してるんですね今、はい、なので、そこでレストランとか働いてるので、洗い物とか厨房とかしてるから、将来は絵本を売ったりして友達と2人でカフェ店したいなって思ってます。あら、とても素敵な夢じゃないですかね。え、はい、でそのお金でカフェを作りたいって、やっぱりそのカフェにはチャータンさんの描いた絵とか、それからチャータンさんの絵本がいっぱいあって、お客さんが手に取って見られるような形なんでしょうかね。はい、はい、そうですね、思い描いてるのはまさしくそんな感じです。なるほど、きっと可愛らしい雰囲気のカフェになるのかななんて想像してしまったんですけれども、はい、まさにその通りです、素晴らしいです、はい、ありがとうございます。いえいえ、そんなチャータンさんなんですが、なんか私に逆質問があると、はい、伺っておりまして、はい、どんなことを質問されたいでしょうか。夢は何ですか。あ、夢ということでしょうかね、はい、夢、どんな夢かなと思って、そうですね、まあ多分いろいろあると思うんですよね、一人の人間でも夢って、はい、私あの割と子供の頃からの夢って、あの形がね全くそのまま同じじゃなくても結構もう今実現しちゃっていて、あの、はい、教育に関わる仕事をしたいとか、そういうのに関しては実現しちゃって、あの、はい、本当ね今あの、まあ、いわゆるお子さんが描くような夢っていうのはもうないんですけれども、はい、ただすごいです。いえいえいえ、とんでもないです。ただあの日々こうやって活動していろんな人と関わっているうちにですね、やっぱりこの、はい、チャータンさんもね ご自身ご病気を持ちっていうことだったと思うんですけれども、あのやっぱりあの引きこもりの方だとか、はい、それから重度の障害を抱えている方、それからあの例えば、ね、あの虐待だとか、それから DV で今も苦しまれている方って、はい、実は身近にいるんだけれども、なかなか皆さん気がつかないんです、はい、あの人になかなか言える話じゃないし、はい、そうですよ ね、はい、やっぱりそういうものを恥だとかって捉えられる感覚がまだ日本にはあるので、うん、なかなかね、はい、あの表立つことはないんですけれども、なんかそういった自分に関わってくれて、はい、しかも自分に良くしてくれる人たちで、はい、そういう社会でね、あの、うん、なんか不利益を受けてる人たちで真面目に生きてる人たち、はい、そういった人たちが一人でも笑っていけるような、はい、世の中を変えるって無理だと思うんですけれども、少なくとも僕に関わってくれてる人たちは幸せにしたいよなっていうのは最近考えてます。ただ、ね、じゃあだからって自分が何ができるかっていうのは
ちょっとまだ自信がないんですけれども、なんかそういう人たちの笑顔が少しでも見れたらいいなっていうふうなことは、今、まあ夢と言えるのかわからないですけど、そういうことを将来やってみたいなっていう思いはありますよね。すごいです。でもないです。はい。すごいな。いや、僕はあの、絵の描けるチャータンさんの方がすごいなって思いますけど。そうですかね。そうですかね。まだ自信ないんですよ。いや、あの、全然本当にね、クオリティは、本当、最初見たときに正直プロの方が描いてるのかなって思って、お話聞いてたらなんかそういうわけでも、そういうわけでもないっていうのは、要はイラストとかで別に生活してるわけじゃないというふうに聞いて、はいはい。って思ってびっくりしちゃったんですけれども、全然なんかもうプロ作家としても通用するようなクオリティだと思いますので、はい、ありがとうございます。持たれてください。嬉しいです。いや、あの、そんなね、はい、あのチャータンさんのイラスト、それから絵本、それからあの大好きな宇多田ヒカルさんのカラオケ動画なんかも上げられてる YouTube のチャンネル、はい、あの、この概要欄の方にあの貼らせていただきますので、はい、皆さんぜひね、本当に上手ですから、あの、一度ご覧になっていただければなと思います。ありがとうございます。皆さんこんにちは、長岡市遊会です。長岡市遊会はですね、地域の文化を学びや遊びのコンテンツにするを合言葉に、全く新しい活動を展開しております。まず2ヶ月に1度のペースで行われる歴史トークでは、地域の歴史や文化についてセミナー方式の座学で学びます。フィールドトリップといって、歴史的な遺跡だとか博物館だとか、普段なかなか学べないようなところで直接体験して学んでいきます。遊びの部分では、回し読み新聞などの知的な遊びを取り入れて学びを体験してもらってます。小さな子から大きな大人、おじいちゃんまでできます。さまざまな分野で活動されている方が参加しておりますので、皆さんもぜひ一緒に参加して、我々と一緒にいろんなことを学んでいきましょう。待ってます。はい、それと、まあ、今回チャーターさんね、あの、特に新聞からはということだったので、あの、はい、まあ、何かご紹介できますかっていうふうにお伺いしたところ、あの、ぜひ皆さんにシェアしたい動画があるというふうにおっしゃっていたので、はい、ちょっとその動画のお話をね、聞かせていただこうと思うんですけれども、はい、詳しく教えていただけますか。はい、あの、YouTube でなんですけど、いいんですかね。あ、もちろんです、大丈夫ですよ、はい、YouTube で6月2日に配信された、はい、宇多田ヒカルさんのピンクブルーズっていうプレミアムで配信されたのを見て、はい、やっぱりすごく綺麗だなと思って見とれてたんですね、はい、でそれで癒されてるために見たんですけど、その配信された宇多田ヒカルさんのピンクブルーズっていうあの動画見ていただきたいなと思って、ぜひ最近なんでよろしくお願いします。ピンクブルーズ、はい、ピンクブルーズっていう宇多田ヒカルさんの YouTube 動画。ああ、なるほど。宇多田ヒカルさんが大好きなので。はい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 、わかりました。それでもいいですかね。はい、大丈夫です。はい、はい、ありがとうございます。ではそちらの動画の方も概要欄の方に貼らせていただきますので、はい、あの、皆さんね、あの、見ていただければなと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、それではですね、本日残念ながらお時間の方がやってまいりました。チャタさん、今回初めて、はい、あの、まあ、うちのラジオの方に出演していただいたんですけれども、はい、初めて出演されてみていかがでしたか。はい、かなりめっちゃ楽しいです。本当ですか。はい、ありがとうございます。出させてもらって、本当にありがとうございます。いえ、こちらこそ、あの、ね、ご出演していただいて、いろんなお話聞かせていただいて、とても楽しかったですし、あの、長岡の花火のことも、はい、あの、思い出にしていただいて、ありがとうございました。
いえいえ、ありがとうございます。こちらこそ。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ではまたですね、いつの日かまたうちの方に遊びに来ていただければなと思いますので、また次回はよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、では今日はチャータン YouTube 絵本のチャータンさんにお話ししていただきました。では、チャータンさんありがとうございました。ありがとうございました。